はい、皆さんこんにちは。マンダリングビジです。では今回はハーズバイヤホー現代モッド台湾で独立戦争期続きをプレイしていきたいと思います。中国とのね、間がこじれにこじれている現実社会における台湾なんですけども、それをハーズバイヤホーの中でも、シミュレートしてみようという企画になっています。で、前回はですね、遅れている台湾軍の近代化、この中でも特にね、その中国に対して遅れが顕著になっている航空機、戦闘機の近代化を今急いでいます。具体的には今ですね、第5世代の改良型マルチロール機、これの開発を行っているところです。この開発が終わり次第ですね、台湾空軍の主力戦闘機をこの第5世代改良マルチロール機へと、アップデートしていきたいと思っています。で、その他おさらいとしてはですね、ご覧のような研究を入れています。切り札としての原子力研究、これ直ちに核開発ということにはならないんですが、その前提となる原子力の研究を始めています。さらにですね、増大増強する中国海軍に対抗するため、駆逐艦、これも新しいものを開発中です。大型艦、巡洋艦とか空母を作って保持して戦闘に使うだけの、残念ながらね、海軍力がない台湾なので、あくまでも駆逐艦とかフリゲート艦、小型の艦艇数を揃えて、対抗しようというところで考えています。では時間を進めていきましょう。政治ポイントが150溜まってますので、政治顧問雇います。ここはですね、まずは完全自由主義資本化。これやるとね、民主主義進むと思うんですけども、やっぱりね、今欲しいのは軍事力なので、戦争産業化。彼を雇って軍事工場の建設速度プラス 15% のボーナス取っていきます。これは雇い直しとかもね、まだスロットもありますしできますので、政治力ポイント貯まったら、直ちに発動を考えていきたいと思います。続いて国家方針ですね。ここもおさらいしておくと、今軍事力で中国軍に圧倒的な遅れをとっているので、この先はですね、今一番左に映っている軍事産業2345と、この5つをね、取っていきたいと思っています。これによって軍事工場が手に入ってきますので、そこで軍備を整えようというところになります。原子力研究の進捗が完了に変わりましたので、続いて原子炉に移ります。約1年かけて原子炉の研究を行うというところですね。原子炉の研究が終わってですね、原子爆弾の開発も完了すると、原子炉から核爆弾が自動で生産されるという仕組みです。で、その原子爆弾を落とすためには、落としたい地点の制空権が必要になるということになっています。なので、原子爆弾を落としたいときは、もちろん原子爆弾を保有することは前提になりますが、さらにね、落としたい敵の場所の制空権を取る必要があります。逆に言うとですね、自分の落とされたくないところの制空権をしっかり守っていれば、原子爆弾は食らわないで済むということになりますね。台湾ですが、なかなかね、外交をうまく進めない中で、イギリスから貿易投資の話が来ています。これを行うとですね、台湾とイギリスの関係がプラス40になるということなので、これには飛びつきましょう。続いて魚雷のアップデートしておきます。魚雷は潜水艦でも、そして駆逐艦でも使うので、現代型魚雷の開発着手です。第5世代のマルチロール機、これの改良型入ったらですね、今度は、ドクトリンの方の開発進めておきます。これは、戦場支援を選択していきたいと思いますので、このまま戦場支援、真ん中のツリーを下に下っていきます。ちょうど今終わりましたね。編隊飛行の
研究着手です。続いて生産のラインですが、第5世代のマルチから改良マルチロールに変えていきます。残念ながらまだ工場が足りていないので、せっかくのものが、生産できない状態になってますので、一度現代型の歩兵装備、これ削除して代わりにですね、マルチロール機を上に持っていきましょう。では原子炉の研究開発終わりましたので、禁断の核開発に手を染めていきましょう。これも1年後に完了しますね。で、この後さらにですね、原子炉を建設したら核爆弾が製造されていくということになります。なので、核爆弾の研究開発が完了したからといって、直ちに核が使えるというわけではないです。で、着々と中国の軍事的脅威に備えている中ではありますけども、ここでニュース入ってきています。エチオピアは中国の軍事支援を得るということで、アメリカと中国の軍事企業間でのエチオピア軍への、まあ、綱引きですよね。その結果、中国を取ったエチオピアということで、現実社会だけではなくてゲームの中でも中国の、まあ、影響力、存在感というものが増しているよということが出てきています。ここは少しずつ、やっぱりね、中国に対する備えというものをしっかりやっていく必要がありそうですね。で、選挙の結果出てます。与党の勝利ということで、まあ、ここまでの政策に関しては、まあ、国民の支持を得ているという状況ですね。一方ですね、国際緊張度はだいぶ下がっていて、10% 超えていたものが今も 5% まで下がってきているので、まあ、直近で戦争の危機というものはなさそうですね。はい。時間進めてました。2020年7月。まあ、本来であれば東京オリンピックが開催されていたということで、まあ、ソバヤン4、現代モードの中でもイベントとして東京オリンピック出てますね。まあ、実際にはね、この7月、外国人の観光客、ゲストは入れないという方針のもと開催される予定になっている東京オリンピックのイベントです。で、我々台湾はですね、今中国に対して宣戦布告の準備をしています。真の独立を勝ち取るための戦争。まあ、ただしですね、台湾の方から戦争を仕掛けた場合、アメリカ軍の支援がすぐには得られないと思いますので、所詮、ここをしっかり守りきるっていうね、ちょっとその準備だけはしてから開戦に踏み切りたいと思います。今、開戦の準備中です。研究の状態なんですけども、特に陸軍を強化今してまして、歩兵装備関連ですね。これを2018年から2012年ぐらいにかけてのアップデートを今行っています。そして、野戦砲ですね。これ、一番最後のアップデートまで入れています。というのもですね、まあ、軍需工場の数がやっぱり不足しているので、陸軍の装備、師団編成に関してはご覧のように野戦砲を中心に組み直しました。なので、ここで少しですね、野戦砲の火力を生かすための野戦砲のアップデートを中心に行っていたというところですね。で、先ほど来お伝えしている通り、航空戦力に関しては第5世代の改良型マルチロール機にアップデートを今かけているというところです。中国に対して宣戦布告の準備をしているところで、アジア経済防衛連合、中国主導で発足したという情報が上がってきてますね。中国と台湾の情勢が決定的に悪くなっている中ですね、陣営に加盟させてもらいましょう。つまり NATO 入りですね。NATO に台湾加盟というところです。これ、台湾 NATO に加盟して、まあ大きく変わるのがですね、まあ、いざ戦争になった時の我々の援軍の多さというところですよね。NATO がどこまで入ってるかというのを見ておきたいと思います。もちろんアメリカ、カナダ入ってますね。さらに、
ヨーロッパ諸国、まあ、イギリス、フランス、ドイツ、まあ、このあたりが全部で NATO に入っていますので、ここに我々も入れたというのはかなり大きいですよね。台湾、NATO 入りというビッグなニュースです。はい。大変お待たせしました。では、台湾の真の独立を勝ち取るための戦い。中国に対して、独立戦争を布告していきたいと思います。ご覧いただいている通り、すでに台湾は NATO に入っていますので、同盟国呼び出して一気に戦いを決めていきましょう。中核州の奪還です。これによって、戦争開始。では、まずですね、陣営確認しておきます。台湾の方ですけども、NATO に入ったことが大きくて、アメリカ、カナダ、ドイツ、イタリア、まあ、いわゆる EU 諸国ですね。彼らが参戦してくれているという状態ですね。これはかなり大きいんじゃないかなというふうに思っています。しっかり戦っていきましょう。一方、中国の方ですが、香港、マカオ、このあたりはね、まあ、旧宗主国であるイギリス、ポルトガルからもうそれぞれ返還されているというところですね。それに北朝鮮、ベトナムというところが中国陣営に入っています。中国に対して台湾一国では正直言って話にならないので、まずはですね、海岸の防衛を固めて、NATO 諸国、この援軍が到着するのを待ちたいというふうに思っています。しっかりね、周辺を守ると同時に、航空戦力も展開していきましょう。基本的には台湾上空を守ります。航空隊が全部で、9航空隊出てますね。これ全部、台湾上空の守りに出していきましょう。とはいえ、先ほど研究を進めていた、第5世代のマルチロード機に関してはですね、残念ながらまだまだ、十分に拡充されていない状態なので、古いマルチロール機で戦わざるを得ないというところも状況としてはあります。海軍戦力はしばらくは出さないでおきましょう。ラオスが中国側につきましたね。ドイツが協力申し出てくれているという話なので、当然これは入ってもらいましょう。あと気になるところで言うとオーストラリアですね。オーストラリアがなかなかまだ NATO にも入っていないような状態なので、我々としては関係改善を送っておきましょう。これでオーストラリアもね、 NATO に入ってもらえたら嬉しいなというところですね。あとはまだ中国の陣営に加入していないところ、ミャンマーだったりカンボジア、タイ、このあたりもですね、一応に関係改善を行っておいて、中国陣営に巻き取られないように気をつけましょう。インドなんかね、大国ですからね、しっかりこちらに入ってもらいたいというところはあります。あとはカザフ。このあたりでしょうか。今ちょっとした誤算が起きてます。アメリカがこの戦争に参戦してこない状態なんですよね。関係改善もう少し測っておきましょう。アメリカが参戦しないとなるとちょっと苦しくなってくるので、ちょっと想定外の事象が起きてますね。今参戦していない主要局でいうとアメリカ、ポーランド、このあたりがまだ参戦してくれていないという状況ですね。これだと正直言って中国軍に勝てない。中国軍の師団数マックス289。これ戦い切るにはどうしてもアメリカ軍の師団200が必要なんですけど、これがちょっと今当てにできない状態になっているので、急いでアメリカ軍に対して働きかけを行っていきます。大きな誤算ですよね。アメリカから正式な回答が来てます。参戦要請を拒否。ひよったな、アメリカ。ちょっと苦しいかな、アメリカが参戦しないと。
現在の戦況なんですけども、もう台湾上空以外周辺はすべて制空権を早くも中国に奪われているという状態です。これは何としてもアメリカをもう一度引っ張り出すための交渉をしていきましょう。海戦も起き始めてますね。まあ、フランス軍とイタリア軍、これが中国軍と戦闘状態に入ってますね。台湾の本島の方にもフランス軍の陸軍が支援には入ってくれています。アメリカ参戦してくれました。まあ、本来はですね、この台湾と中国の戦争という位置づけだったと思うんですけども、もう完全に世界大戦になりましたね。これでようやくにも勝てる見込み三段がついたと言えると思います。参戦国少し増えてますね。まず中国陣営なんですけども、ボリビアが参戦しています。まあ我々からすると敵国という位置づけですね。あとこちらで参戦していない国ポーランドがあるので、ポーランドにもね、参戦は積極的に要請をやっぱりしていきたいですよね。さあ、アメリカと中国の戦争という形にもう様相は完全に変わってきましたので、まあ、我々としてもですね、これに乗じて一気に中国を叩いておきたいと思います。あと、まあ、主要な大国として、まあ、インド、オーストラリアですね。このあたりに関してはですね、この後も積極的に外交で味方になってくれるようにですね、働きかけはしておきたいと思います。はい。続いて二つビッグなニュースですね。まず一つ。これはですね、アメリカがインドに働きかけを行ってくれて、戦争に味方として参戦せよという働きかけをしてくれています。これ参戦してくれたらむちゃくちゃ大きいですね。続いて、アメリカ軍の空母。これが出撃してきてくれています。むちゃくちゃでかい、これも。アイゼンハワー、ワシントン、このあたりの空母がね、出てきてくれてますので、この空母、しかも4隻入ってくれてるので、この空母で中国軍を威圧していきましょう。かなり戦争の規模がでかくなってきたなぁ。改めて、ではちょっと参戦国、主要参戦国ですね。見ておきましょうか。まずアメリカ軍の方、まあ、台湾というかアメリカ軍というか、まあ、NATO 陣営って言った方がいいのかな。NATO 陣営の方ですが、アメリカ軍筆頭にインド、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、このあたりも入ってますね。で、もちろん我々、台湾、中華民国も、主要国として名を連ねているという状態です。一方、中国陣営の方ですが、中国陣営の方はですね、まあ、中国、北朝鮮、ベトナム、ボリビアあたりが参戦をしているというところです。まだ、地上戦にはなっていないんですけども、地上戦になるのも時間の問題かなとは思いますので、地上戦に備えて我々も上陸部隊の編成、あとは空軍の編成、海軍の編成、急いでおきたいと思います。が、今回はですね、一旦ここまでにさせていただいて、次回、またこの続きをプレイしていきたいと思います。世界大戦、幕開けです。